さて買い物が終わりました。あ、よかった、駐車場があった、助かった。あ、これこっちから行った方が早いかな。こっちから行こう。応援奏者セーフセーフ。さて、あ、一気に暗くなった。買い物の時間どのぐらいだったかな。会計がちょっと時間かかったぐらいで、でも10分15分もかからなかったですね。ガソリンがもうないから途中ガソリンスタンド寄ろう、ということで YZF-R7 でとことことお散歩しながらちょっとお買い物に出てまいりました。まあ、夕暮れ夕闇の新宿からの東京の景色を、見ながら帰ろうと思います。ちょっとポツポツとおしゃべりしながら行きますので、まあ、雰囲気ですねもうちょっと暗いからどうなるか分かんないですけど、 R7 楽しんでいこうと思います。渋滞してないといいな。来るとき渋谷あたりから抜けてきたんですけど、そんなに混んでなくて助かりました。ガソリンスタンドどこで寄ろうかな。まあこれで事務所戻れちゃうぐらいガソリンあるけど、次動かすときにね、ガソリンスタンド行ってから走るのめんどくさいから、帰る前に寄っておきたいな。さて行きましょうかね。扱いやすくて楽ちんですね。疲れないっていうのはいいもんですね。こっち、これ信号1個ずつ引っかかっていく方式ですかね。いいですよ、まあ、R7 なら疲れないですから。この夜のネオンを受けての光じゃなくてネオンの光で、日光じゃなくて、いいですねこれまた。あ、やっぱこうやって都内ちょろりとお買い物してとかちょっと移動してっていうと、まあ、車よりもバイクの方がやっぱ気軽ですね。今まあ渋谷から新宿に来て新宿でお買い物したいっていうところなんですけど、さっきのその渋谷から新宿来る辺、渋谷辺の方はですね、ちょっとお話してたんですけど、ついこの間バイク TV の収録でもうめちゃくちゃに寒い時に2日連チャンでロケして、もう体芯まで冷えて、まだその冷えをですねちょっと引っ張っちゃってます。なんかモンハンでいう氷やられみたいな。いやー、体に熱が入んなかったですよねその後も。さっきのが渋谷編の、この新宿編ですかね、なんか呪術廻戦みたいな感じ。これバスタに入れられちゃうからしれーっと戻ろう、しれーっと戻る。ネオンが綺麗ですね。でもやっぱりこうコロナ社会になってから、ビルから人がいなくなっちゃったから、こうネオンが減りましたよね。こうなんか街が暗くなったというか。で今またすごい数になってるので、ちょっとこう注意が必要ですね。反対車線は混んでるけどこっちは空いてますね。さあ、トンネルを抜けてちょっと行くとですね、あっという間に四ツ谷になります。空気がパキッと冷えてますね。だけど片道30分ぐらいサクッと乗るんだったら、そんなに防寒めちゃくちゃこだわらなくてもまあ平気ですよね。なんかやっぱりバイク TV の収録みたいな仕事で1日 ずっとひたすら外にいることになるときついですね。なんか走って寒くなる分の寒さについてはアロフトジャケット、アロフトパンツでキャンセルしちゃうから本当にわけないんですけど、ずっとただ外にいるっていう蓄積ダメージみたいなものは何着たってもう足んないですよね。
でこのね R7 が試乗会でサーキットでしか短時間しか乗ったことなかったから、みっちりと長時間乗りたかったんですね。で今発見してきたのがですね、エンジン右側はねほんのりあったかいんですけど、左側はあったかくないですね。右側の方がなんかこうケースが足に近いというか、その分でしょうね。さあガソリンチカチカしたけど、どこかな、どこでガソリン入れようかな。ちょっと交通量増えるのかな。この角旧サンミュージックのあたりですね。なんか随分武骨な男らしい黒い車がなんか右前と前と2台並んでますね。かっこいいですね。空はすっかりと暗くなっちゃいましたね。今ヘルメットにつけてるカメラが、今日はこれソニーの FDR っていうカメラなんですけど、別のヘルメット、ラパイドネオ、口元四角いからちょうどいいやと思ってそっちに GoPro をつけてるんですけど、今日どっちのカメラにしようかなと思って、暗くなると GoPro あんまり写りが良くないので、今日は RX7X にソニーのカメラつけてる仕様で出てきました。そういえばヘッドライトが真っ白でかっこいいですね。まあ、前の車に反射してるヘッドライトちょっとまあ見えないと思いますけど、切れ長な目が2つと、それと真ん中の1灯が光ってるんですけど、ライトの形状だけ見ると GSX-R1000R にちょっと似てますね。でこの状態で分かりますかね、このメーターパネルが黒がしっかり出てて、黒いのこれね、メーター綺麗なんですよね。なんかポジションほぼ R6 なんですけど、しんどくないっていうのが不思議でいいですね。いやー交通量多いな、さっきまで少ないなって言ってたけど、信号先頭にいないと車が多く感じますね。なんかちょっと久々だな、こうやって街乗りでトコトコとバイク乗るの。今日テネレも乗りたくてちょっと悩んだんですよね。本当にその普段転がしの足にするとテネレが超快適で、サイズが体に合ってるからいいっていうのもあるんですけど、バイクの上が狭いなら狭いでスーパースポーツポジションを帰って取らせてもらった方が体なじみいいので、それはそれでいいもんですね。だから R7 はスーパースポーツ慣れしてるおじさんキラーですね。で今5、60キロぐらいで普通にこう移動してるんですけど、R1 でも5、60キロで移動するときにはそれ相応の味はありますけど、ただどうやってもあれもう200キロぐらい出さないと美味しいところが出てこないんですよね。だからゆっくり走るんだったら R7 の方が楽しいですね。絶妙に左ギリ行けない感じ。うわー行きたいんだけど、タクシーちょっと詰めてくれたらいけるんだけど、車体スキニーだからあの隙間ギリ通れるんだけど、ちょっとさすがにミラー畳まないとダメですよね。なんかさっき新宿のマップカメラに行ってちょっと機材買ってたんですけど、フロア2階に行ったんですね。で雑居ビルの外階段登って2階に上がったんですけど、周りの中華屋さんから中華のめっちゃいい匂いしてて、中華の油っていい匂いするじゃないですか。あれなんですよ、あれがもうねずっといい匂いしてて、階段登った時間なんて本当わずかな時間ですよ。その間でも中華食べたいなって思いましたね。さあタクシーさんたちが恒例の曖昧な車線を曖昧に走るという動きをしております。後ろ確認してありがとうございます、入れさせてください、入れさせていただきました。さあ四ツ谷駅のアトレです。
右側上智大学、動画見ていただいている方の中でも上智大学出身の方いらっしゃるんじゃないでしょうか。学生時代の先輩がこちら通ってて、何度もですね遊びに来させてもらいましたね。新宿四ツ谷抜けちゃえばもう空いてると思うんですよね。麹町、この辺はもうちょっと混むとか考えられないですよね。身長180センチとか背が高い方、R7 みたいなバイクってシート高高くて、こう信号待ちで座ってる時にわりかしちょうどよくていいですよ。R25 とか R3 とかあのぐらい小さいバイクだとさすがに背が高い人はね結構しんどいものがあると思うんですよね。僕も R25 持ってたので楽しかったんですけど、街乗り全くせずにそのままレーサー化しちゃったので普段使いしたらどうだったかっていう経験値ないんですけど、仕事で撮影とかでよく乗るので、ついこの間のバイク TV も250クラスのバイクでしたね。もう全然過不足なくてもうただただ楽しいんですけど、やっぱこういいですよね。ミドルとかビッグとかちょっとこう贅沢な排気量があるっていうのは、僕は親父から教わった親父の持論で僕も受け継いでるんですけど、いい乗り物をゆっくり走らせるのが贅沢なんだよって親父から学んでですね、確かになと思います。父上はねいいこと言ってましたね、今思えば。速い乗り物を早く走らせていい場所に行って早く走らせるというのもまた一つの贅沢だから、やっぱりモトクロスコースとかサーキットとか最高な場所なんですけど、じゃあそれを今みたいにこうやって周りに車がいる環境でやって楽しいかどうかっていうと、我慢強いられるからだったらやらなくてもいいかなと思うんですよね。だってもうずっと曖昧な、どこ走ってるかわからないタクシーが常にいるわけですよね。サクッと抜いておいて安全確保した方がいいですよね。麹町1丁目正面、皇居を抜けて丸の内側のビル群が見えてきました。右回りで行くか左回りでどっちから行こうかな。右から行くとしばらく暗いとこ通るんですよね。その後丸の内の明るい綺麗なビル群が出てくるんですけども、今日は左から行こうかな。道の名前は分からないんですけど、なんか皇居のなんていうんですかね、左上なので九段下あたりに抜けていく道、途中なんかね入っていくとね気持ちいいとこあるんですよね。あと僕のじいさんが生まれた建物がその辺にありますね。こう暗い夜に乗るバイクって気持ちいいですね。なんか日中ちょっとこう眩しいから夜暗くなってぐらいがちょうどいいですね。正面のビル群、あれはまたの機会に撮っておいて今日はこっちから行こうかな。